ジョナサン・マーティンはペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはタックル。ハーバード大学出身の両親の間に生まれた。父親は学者に母親は米国トヨタのホーム部門の幹部となった。スタンフォード大学に入学した彼は1年時の2009年、左タックルとして11試合の先発を含む13試合に出場。 パシフィック10カンファレンスのセカンドチーム及びフレッシュマンオールアメリカンに選ばれた。2年時の2010年にはパシフィック10カンファレンスのファーストチームに選ばれた。またスカウト .com よりオールアメリカンのファーストチームに選ばれた。2011年パシフィック12カンファレンスのファーストチームに選ばれている。2012年1月3日最終学年でのプレーはせず、 NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。アンドリュー・ラックのブラインドサイドを守った彼はドラフトを前に彼はマット・カリル、ライリー・リーフに次ぐ3番目のタックルと目された。2012年の NFL ドラフト二巡全体42位でマイアミ・ドルフィンズに指名された。彼の獲得後、ドルフィンズが2008年のドラフト全体1位で獲得し4年連続で プロボールに選ばれている、ジェイクロングの放出報道の憶測も流れた。11月2日、第8週でのチッピングの反則に対して1万ドルの罰金を科された。この年、全16試合に先発出場を果たした。2013年10月、チームメイトのリッチー・インコグニートから、人種差別的中傷のボイスメールを受けるなど、嫌がらせを受けたことから、心の病となり、チームを離脱した。 なおインコグニートは無期限の出場停止処分を受けた。12月16日、ドルフィンズはそのシーズン、インコグニートが復帰しないことを明らかにした。2014年2月14日、独立した調査機関による144ページに及ぶ調査報告書が公表された。報告書によると、インコグニートの他に、ジョン・ジェリー、マイク・パウンシーから、マーティニア、 アシスタントトレーナーがパワーハラスメントを受けていたと指摘がされている。3月11日、サンフランシスコーナイナーズにトレードされることが発表された。マーティンが開幕ロースターに残った場合、2015年の NFL ドラフト7巡指名権をドルフィンズが得るという内容である。アンソニー・デイビスの負傷もあり、マーティンは開幕戦から右タックルで、 先発出場した。この年、右タックルとして9試合に先発出場をするなど、15試合に出場した。2015年3月26日、ウェーバーされた。3月27日、カロライナ・パンサーズがクレームし獲得した。同年7月27日、背中の怪我が原因で2015年シーズンプレーできなくなったことから、現役を引退した。ありがとうございます。